はいはい、あ、お二人さんイベント、お二人さんかっこ仮イベント終わりまして、これからね、ちょっと気になるものを買いに行ってきます。その気になるものとはサングラス。あのね、2週間前ぐらいに、確か午前の稽古始まる前ぐらいかなに、ちょっと見に行ってきたんですよ。で、そこのブランド、もともと4年前ぐらいにね、うちのマサンナがかけてたんですけど、当時はね、確かパリでしか買えなかったんだっけ。そう、でも今日本にちょっとマルジェラとコラボしてるサングラスバージョンがあるから、それをこの前見に行ってきたんですよ。でそれがね、とってもかっこよくて、そう、ちょっと今回それ買いに行こうかなって思ってます。はい、ということで今は原宿の方に向かってますよ、お二人参考に。ということで、はい、買い物してるところも YouTube 映ってるんで、よろしくお願いします。マイキータサングラス、はい、こちらね、こういうことです。マイキータマルジェラコラボ、はい、これ僕が大体5年前ぐらいですね、僕まだ22とかだったんですけど、5年前ぐらいに僕の先輩がマイキータのサングラスを買ってて、でその時はまだ日本で買えなかったんですよ。でここ最近1年半ぐらいで多分日本に直営店ができたのかな。でそこの原宿店に、まあ、ちょっと前に行って、で、そこで、今日買ってきたサングラスと出会いまして、でね、正直一目惚れしたんですよ。で一目惚れして、その時は買わなかったんだけど、まあ、今日買うに至るまでにめちゃめちゃこうさ、あれがかっこよかったな、あれかっこよかったなって何回も何回も思い出して、今日満を持してようやく買ってきました。じゃあ早速紹介しましょうか。もうかっこいいね、マルジェラ。はい、こんな感じでございます。つうかさ、これ思ったのが、大体さ、サングラス、まあメガネ屋さんとかってさ、多分きっとサングラスとメガネを置いてるから、ケースは初めて見たんですよ。どんなケースをしてるのか買うまで分かんなかったんですけど、これ多分ケースお金かかってるよ。これやっぱさすがね、マルジェラかっこいい、真っ白でかっこいいですよ。ただ僕が買ったのは、どんどん見てろ、真っ黒かっこいいでしょ。本当にかっこよくない？なんか自分で見ても惚れ惚れするぐらいかっこいいんですけど、いやかっこいいね。そう、これをずっと買おうか買わないか、まあ買わないかっていう選択肢は正直なかったけど、まあいつ買おうかなって言ってね、それをずっと、まあない、うん、それがずっとあったんですけど、今日やっと買いました。はい、かけたらですね、こんな感じです。
はい、こんな感じ、うん、見えるかな、見えるかな、結構さ、この横幅、横幅結構広いから重く見えると思うんですけど、ただね、このサングラス自体結構軽いで、あんまりなんかこう長時間かけてても疲れなさそうな感じがする。この鼻のこことか耳の裏とか、まあ、特にこう耳の裏とかはね、こうこうやって締められるから、長時間かけてると疲れる、痛くなるっていう人もいると思うんですけど、まあ、人によると思うけどね、これはあくまで僕の、感想ですけど、そんなに痛くならなそうで、とにかく軽いで、僕は買った時に鼻ここずれなかったけど、もしかしたらまあ、この動画を見て、このサングラスいいなと思って、お店に行く人もいるかもしれないじゃないですか。でそこで買う人もいると思うんですけど、まあ、もしかしたらここはずれるかもしれない、人によると思うけど、まあ、でもそういう時は多分100均とかでこのシリコンバンドつってここにつけるやつ売ってると思うので、はい、そこでね、やったら多分調整できると思います。まあ、もし分かんなかったとしても、きっとその、ま、このマイキーターの、店員さんがすごく優しくて、とてもフランクだったので優しく教えてくれると思うので、そういうのもね聞いてみたらいいと思うんですけど、でこのサングラスをなんで買おうかな、なんで買おうかって思った時に、なかなかね、僕も結構いろんなサングラス見てきたし持ってるしなんですけど、このさ、このソリッド感わかります？フレームのこのソリッド感わかるかな。結構全体的にね、カクカクこうしてるんですよ。でこれって今まで僕あんま見たことなくて、それこそそのマイキータのこれが初めて見たぐらい結構新鮮だったんですよ。で多分おそらくこれ多分ね、まだ未完成なのかなって思いました。こっからだいたい削ってって丸くしたりとかして、まあいわゆるこうちょっとねツヤっとしたみんなが知ってるようなサングラスのフレーム、メガネのフレームになっていくと思うんですけど、これはそこ削らないでこの状態で出すっていう未完成が完成品みたいな感じがしまして、まあその点はさすがマルジェラだなっていうふうに思いましたね。なかなか他のところにはない、うん、そこに一個惹かれたっていうのはあります。まあ商品名とか、あとお店の、まあ、場所とかは、この動画の概要欄に貼っておくので、まあ、もし気になった方がいたら、ぜひぜひ見てみたらいいと思います。とってもかっこいいですよ。まあ今日は動画で紹介しましたけど、まあ多分ね、これ多分だいぶヘビロテなんで僕、こうやってちゃんとレンズも目が見えるぐらい透けます。まあ多分かけたら分かると思うけど、髪型は変なのはちょっと気にしないでね。ごめんなさい、今日はすいません、ちょっと風のせいでね、すいません、風がなびきやがって、はい、すいません。でもこういうふうにこうやって目が見えるっていうのは、僕多分前の動画、前のメガネ、サングラス、僕が持ってるものを紹介した時に、目が見えるものを買うっていうねことを多分お伝えしたと思うので、そこはクリアしてて、なんかすごく嬉しかったです。はい、ということで、マイキータ、まあ今回僕が買ったのはマルジェラとのコラボなんですけど、基本的にマイキータのサングラス、まあ、メガネとかもそうですけど軽いし、うん、あとすごくねかけやすいし、あととにかくかっこいいです、形も。でこの形の、違う色もたくさんありました。真っ黒、フレームも真っ黒だし、レンズももっと真っ黒なのもあれば、レンズがちょっとクリアで、でフレームが白だったりとか、うん、あと実はもう一個欲しいなっていうふうにね思ってるものがあるんですけど、それはまた買った時におよい紹介できたらなと思います。はい、ちゅうことで僕は今日とってもいい買い物をしました。ありがとうございます、マイキータの、スタッフの皆さん。もしかしたら動画見てくれるかもしれないので、はい、ありがとうございます。はい、ということで、気になった方がいらっしゃったら、ぜひとも、この原宿の、マイキーターのお店に行ってみてください。それでは
バイバイ。